続いてはお待たせしました、視聴者の皆さんからの質問にお答えするコーナーに参ります。はい、まずは事前にお送りいただいた質問からご紹介します。茂木慎吾さんからのご質問です。これを読んだから小説家になりたいと思ったというような作品などはありますか？ああ、そうですね。なんかいろいろあるから、結構これ質問されるタイミングによって結構上げてる作品変わる可能性があるんですけれど、でも、小説家になりたいなって思ったきっかけになったのは、多分、小学生の頃に読んでた、早峰薫さんの、青い鳥文庫から出てた、夢水清志郎の事件の音シリーズっていうのがあるんですよ。子供向けのミステリーなんですけど、多分あれ読んで小説読むのが楽しくって、それで書くのがこう楽しいなって思うようになったんですよね。純粋に小説家になってみたいって思わせてくれたのが、夢水清志郎で、その後、こういう小説書く人になりたい、こういう小説家になりたいって思わせてくれたのが重松清さんですね。多分よくこの2冊を挙げると思います、その質問されると。なるほど、ありがとうございます。次に三崎慎吾さんからのご質問です。額賀先生は広告会社出身だと伺いましたが、会社員当時はきっと激務だったと思います。小説執筆の時間はどのように作っていましたか？また会社員になる前から最終的な小説家を志望してらしたのか、それとも会社員時代にきっかけがあったのか教えていただければ嬉しいです。そうですね、執筆の時間の捻出は平日は会社じゃないですか。で、夜帰ってきて、でも、ね、結局次の日も朝ね、早く起きて出社しなきゃいけないからってなると、1日で執筆に取れてた時間が多分2時間とかだったんですよね。家帰ってきて、ご飯食べ、お風呂入り、やっとこう、自分の時間だなってなると、2時間ぐらいしか取れなくって、ただ不思議なもんで、大学時代とか、腐るほど時間があったんですよね。で、腐るほど時間があって、確かにその時間を使っていろいろ作品書いてたはずなんですけど、圧倒的に小説を書くことに時間が取れなくなった社会人になってからの方が、なんか書く量が増えてたんですよ。だから、人間って意外と、その1日に取れる時間が、長かろうと短かろうと、結局、なんか、本気になると、やれるようって別に時間は関係ないみたいなのは、会社員時代のその、2年ぐらいの会社行きながら作家志望だった時間があって、その時間にすごい学んで、それが結局今、作家になってからも、結局こういろんな仕事が舞い込んで時間ないってなるんだけれど、いや多分時間ないって言ってはいるがやれるであろうみたいな風に思うようになったのは、もう確実にその作家志望兼会社員っていう2年間があったからですよね。なるほど、働きながら小説書いてる方にとってはすごく参考になったかと思います。ありがとうございます。次に、清瀬さんからのご質問です。自分とかけ離れた性格思考回路の人物を書く際はどのようにキャラクター作りをしていますか？そうだな、難しいと思うんですよね、そういう人物造形するのって。なんかでも極力その例えばその対象となる人物が、例えば30歳のなんか人物であった場合、30歳のその人を作るっていうよりかは、その人の幼少期からこういう家庭環境で、例えば学校だとこういう生活をしてて、こういうポジションにいて、こういう友人に囲まれて、こういう小中高を送ってて、みたいに、その人の人となりに直結する部分から、
その人を作っていくってやってて、そういうのを経て、この、例えば30歳だったら30歳のこの人になってったっていう風に、なるべくその人の人生みたいなのを、こう、追っかけ回すような形で作るっていうのを、なるべくやるようにしてて、で、なんか、そうだな、何年か前に、ちょっと、とある、なんていうんですかね、こう、映画を作ってる人を取材したときに、その人がポロっておっしゃってたのが、例えば、こう、男女が出会うシーンをこれから撮るってなったとして、やっぱりその男女は、そのシーンのために、ポッて現れて、ポッて出会うんだけれど、絶対それぞれ、その日の朝何食べて、家をどういう経緯で出てきて、どういう経緯でここまで来たかが、絶対あるわけで、そこはカメラに映んないんだけど、作り手はちゃんと考えとかなきゃいけないっていうふうにおっしゃってたのがすごく印象的で、なんかそういう、そのシーンの中には入らないんだけれど、その人はどう普段生きてるかみたいなのを、特にこうキャラクター作るときは考えるようにしてますね。なるほど。ありがとうございます。次に、また、茂木慎吾さんからもう一つご質問です。小説作法は独学ですか？高校、大学の先生など、これまでに影響を受けた方との出会いはありましたか？というご質問です。まあ、高校まではほぼっていうかもう全部独学で、私、大学が、文芸学科っていうところだったので、実際小説家やってる先生のところで、ゼミに入って、勉強してたから、まあ、結構大学で出会った先生とかの影響はすごい受けてるかなと思うし、まあ、当時いろいろこう言われたこととかやっぱ未だにすごくよく覚えてるんですよ。こういうところ気をつけなきゃいけないんだなとか、そういうのはすごく覚えてるけれど、なんだかんだ一番文章を書くっていう意味で影響されてるのは、全然小説も何も関係ない高校の時の進路指導の先生なんですけど、国語科の先生で、まあだから国語の先生ではあるんだけれど、その人がなんかこういろいろ、私が大学受験する時に作文の指導とかいろいろしてくれたんですよね。私栄養入試を受けてたんで、結構こういっぱいなんかいろんな作文とかを面白おかしく書くみたいなのが必要で、それの指導をめちゃくちゃしてくれてた時に、まあ、怒られながらいろいろ言われたこととかがあって、なんかそれが小説云々っていうよりかはこう文章を書くっていう意味では、未だにやっぱいい経験だったなって思うので、なんか高校の時の進路の先生の作文指導はあれ受けてよかったなって思いますね。それがもう作家ぬかがみよの原体験と言いますか。そうじゃないかな。だから自分がわかんない言葉使うなとか、まあ、要は使わない武器で戦うなみたいなのは、どう振り回せばいいかわかんないもので、やっても何にも伝わんないから、自分が普段使ってる言葉で、自分がちゃんと思ってることを書きなさいみたいな。で、かっこよく見せようとか、うまいって思わせようとかっていうのは、そうやって思ってる時点でもうダメだからみたいなふうに言われて、なるべくそういうのをやんないようにしようって思いながら、その、受験の時の作文とか書いてて、面接とかも同じこと言われてたんですよ。やり慣れてないことをしようとするなみたいな。絶対うまくいかないからって。それは未だにそうですよね。こうやって原稿書くときも、よくわかんないことをよくわかんないまま書くのやめようとか、かっこよく見せるぐらいだったら、全然その、読んでる人には何にもその、すごいことをしてるように見えなくていいから、それより、ちゃんと相手に伝わる書き方をしようとか、わかる、相手にわかりやすく、読ませられるものを書こうみたいな、そっちに重点を置こうって未だに思ってますもんね。それがきっかけで。なるほど。ぬかがさんのその小説講座の内容とかにもつながってくるようなお話ですね。そうですね。しごかれましたからね。
ありがとうございます、それでは次に配信中にコメント欄の方にいただいた質問からいくつかご紹介します。とまずはその作家のお仕事についての質問をいくつかご紹介します。匿名の方からです。最初はいいアイデアだなと思っても書いているうちに微妙だなと思い始めてきてモチベーションが下がってしまいます。書き切るために何を意識するべきでしょうか。多分今後実践編とかでも多分この話すると思うんですけど、思いついた時にいいアイデアだなって思ってでも書き始めたらそうじゃないは、まあ大体2パターンだと思うんですよ。その思いついた時にいいって思い込んでただけで元がそうでもなかった、傑作だって思ったけど何日間後に冷静に見てみたらそうでもないわってなっちゃうパターン。まあ、これはもうそもそものじゃあアイディアに立ち返る必要があるんですけど、もう一個、アイディアはちゃんと面白いって思い続けられてるのに形にできないのは、形にする工程が良くないってことなんで、その面白かったはずのアイディアを、その面白さが生きる形で小説に展開できてるのか、みたいなところを考える必要があると思うんですよね。ってなると意外と、なんだろう、例えばその、このアイディアをちゃんと小説として活かすんだったら、主人公ってこういう人で、こういう立ち位置で動かし始めないと、このアイディア生きなかったはずなのに、それをやんないちゃってるから、アイディアが生きてないんだから、そりゃ、いくら書いても面白くなんないよねっていう。そういうのもあるので、ちょっと考えるってことですよね、結局。最初良かったのに、なんか書いてるうちになんかだんだんダメになってったってなったら、ダメになっちゃったじゃなくって、どっからダメになったのかなとか、なんでダメになったのかなを考える。ってやると、多分、原因が絶対あるんですよ。小説の中に。それをまず見つけることですよね。ありがとうございます。次にもう一つ匿名の方からの質問です。語彙を増やすために日常的に意識していることはありますか？ああ、語彙を増やす。なるほど。シンプルなのは、その、日常生活の中で、知らない言葉とかをスルーしない。結構あると思うんですよ。本読んでたり、まあ、全然テレビ見てるでも何でもいいんですけど、なんかよく知らない言葉が出てきたのに、ふーんで終わらせちゃうこと。で、本とか読んでると特になんですけど、その単語だけ、これの意味何って言われたら答えらんないんだけれど、まあなんか前後の文脈で、なんか怒ってんだなってわかるから、さーってそのまま読み飛ばしちゃったりとかして、そういう時に実は知らないなって思ったら、一旦それちゃんと調べとこうみたいな風にやると、それだけで多分、日常生活の中で、なんかこうちゃんと、言葉に敏感に生きていくみたいなのができるようになるはずなんで、それを徹底するっていうのと、書いてるときに、この言葉は、そりゃこういう意味でしょって、分かりきってる言葉も、ちょっとでも変かなって思ったら、ちゃんと調べるってことですよね。なんでしょう。なんか、割と私は多分ここに置いてあるどの本もそうですけど、どの本も多分書いてるときに、こう、当たり前にさらって書いた言葉を、なんかこう、リズムが悪いなとかって思ったら、一旦ちょっと意味調べたりしますもん、ちゃんと。で、やると意外と、大きなニュアンスは合ってるけれど、でもここに入るべき言葉は別のものだよねっていうのが、見つかったりとかして、それで結果なんかちょっとこう、一個こういう時に使える言葉増えたなってなったりとか、あとは、こう、自分で実際に小説書いてて、ここもっといい言い方をしたいって思った時に、そこにはまる言葉を、やっぱ一生懸命いろんな類語を検索するのか、何か言い換えられないか考えるのか、割とそうやって一語一語にこだわるようにすると、自然となんかこう、使える言葉が増えてくっていうふうに思うので、なるべくそうするようにしてますね。なるほど。
知ってるような気がしている言葉でも、うんうん調べてみるみたいなことを日頃から意識して、ねはい、なるほど、これはもう今日から意識して始められそうな気がします。はい、ありがとうございます。